前回は大変お見苦しいところをお見せし申し訳ございませんでした。ブルー放送でございます。ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してから動画最後までご視聴いただけたら嬉しいです。まさかのトロッコに全身切り刻まれの刑をするとは思ってなかった。くっそー、今回はノーデスで頑張りたいと思います。ノーデスができたら動画の最初にグッドボタンとチャンネル登録ボタンを押せなかった方もよく頑張ったねーということで、いや、やめとこう。そういう条件を出すのは良くない。条件に関わらず、チャンネル登録ボタンとグッドボタンをぜひ押していただけたら嬉しいです。はい。まあ何が起こるか分かんないというかね。まあ世の中本当何が起こるか分かんないからね。よし。じゃあ、とりあえずこのパート頑張って、最後までやろう。このパート頑張って最後までやろうっていうのは、その、バイオ4じゃなくて、このチャプターを最後まで頑張ってクリアしていこうというふうに思います。はい。だから、まあ、動画の時間が長ければ、それだけちょっとなんかこう、今動かないんだね。オッケーオッケー。まあ、そのくらい頑張ったんだなと思っていただけたら嬉しいですね。よしよしよし。なんか、最近、あれっすね、クリスマスの時とかにも思ったけど、プロテインの価格はちょっと落ち着いたのかな。一時僕、バルクスのプロテインをこう安飲させてもらってるんですけど、すごい高くて、毎月25日にセールをやってたんだけど、こう8個セットがまあ一番安くって、それで買った時ですら、何だったか、1袋3400円くらいの時とかがあって、すごい高えなとかって思ってたけど、今、ね、先月とかクリスマスの時期とかで見たら2980円に1個なってたから、あ、ちょっと落ち着いたのかなって。一時2780円とかで売ってた時期もあったから、それと比べると全然高いんだけどね。1袋200円高いってことはさ、普通に考えたら落ちてこねえのかよ。普通に考えたらね、8個セットってことは1600円トータルで高くなるってことだからね。そっち行くの？こっちおいでよ。来ないんかい。ほい。ほい。オッケー。ちょ待って。ちょっと待って。せめて飛んでくる瞬間に落ちて、足元にこう、散らかってくれるとかしてくれたかったのに。あん。ちなみに皆さん、こう、筋トレや、え、って、なに、え、生きてたの？我、生きとったんかい。マジか。気づかんかった。いって、もったいねー。ふにゃろ。まだ生きてる。もういいや、行こうか。ほい。で、ふっと理解。近い。あ、ちょ、待って、おぉ、なに。なんだなんだ。はい、こんにちは、ブルーホースです。ぜひね、本日もね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してから動画をご視聴いただけたら嬉しいです。何が起こったの？今の。さっぱりわからんかった。急に照準が暴れ散らかした。いやー、今のマジか。何が起こったか本当にわかんなかった。いや、きつ。こういうことが起こるんだなっていうことを覚悟して、もうちょっと怒りにも任せて、もうショットガンぶっ放し散らかしてるから、ほんと死ねようにやろう。言葉が悪くなってってる、どんどん。僕、根っから性格が悪いんで、ちょっとこういうなんか気に食わないことが起こると超性格悪くなります。おかしいな、性格悪いから性格悪くなりますってのはおかしいな。まあ、こういうちょっとなんか不測の事態とかが起こると、まあ本性が出ますって言った方が正しいのか。 OK で、にゃろ、なんだ、食らわねえのかよ。うら、後ろで足痛がってるやつがいるし、何、筋肉痛。うら、ほら、降りてこいよ。お前なんか怖かねえんで、ビーシャリア飛び越えてやっかんな。なんだ、生きてんのか。ほら、膝治療だ。どっかのお父者さんがやってくれてるようにな。だが俺の膝治療はそんなに優しくないんだ。死を招くからな。あ、お父者さんも一緒だ。あれ、この位置からもう打っといたら、両手とも動くようになるのかな。まあ、今両手動かされたら困るから、今やんないけどさ、なに、ダブルアクセルの練習？お前にはトリプルアクセルが無理だ。よし、じゃあ動かそう。カチャコン。チンチンなんだよな。
ポジションがな、左曲がりから右曲がりになる。でもわかるな、なんかクソクソ朝起きた時のさ、息子の暴れっぷりって半端なくない？おいおい、どこ飛ばすねみたいなさ。とか、男性はわかるかもしんないけどさ、え？どういう状況？そう、男はわかると思うんですけど、小便器のさ、足元の汚れっぷりね、本当に。こう、みんなが使うもんなんだから、綺麗にしろよって思うよね。なんでそんな、また浮いてるし、普通に考えたら、こう、ありえないところ、普通に考えればありえないところに、こう、男ってションベンを撒き散らすんですよ。そりゃ奥さんとか娘さんにさ、パパ座っておしっこしてって言われちゃうわなって思うよね。ほんと汚いから、こう女性の、多分ね、トイレでは起こり得ないことが男性の世界で起こってるからね。足元にションベンが撒き散らされているっていうね。うん。だからまっすぐおしっこ飛ばすことできないんですよ、男の人って。年取れば年取るほど。あるいは、例の回数が多ければ多いほどね。うん。ほんと良くない。だから、よくさ、男性器の前、男性の小便器の前とかに、なんかもう一歩近づいてとかって書いてあるけど、あれはね、マジでね、もう一歩近づくべき。ほんとに。まあ、衛生上さ、そのなんか小便器に体とかがなんとかがくっついたら嫌だからとかって言ってる人がいるかもしんないけどさ、それによるさ、周りに対する迷惑行為と考え、迷惑行為と比較したら、普通に一歩、近づけってめっちゃ思うよ。本当にね。はい。はい。ご苦労様でした。もうね、追加で出てくる敵の相手は知らないですよ。もう今一回やられたことによってね、もう今絶望を感じてるからね、本当に。じゃあ進んでいこうか。はい。よし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 。トゥー、トゥルトゥ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 、走ってくるやつがいる。くるりん。走ってくるやつ、くるりん。走ってくるやつ、くるりん。瓦礫をものともしないんだよね。チョキン、チョキン、バッシュ。オッケー。さあ、このタワー。このタワーの後ろさ、今見えてたかもしんないけどさ、森なんだよね。森なんだけど、実際は、こう、下に行ったら、海が広がっているというね。なんかちょっと地形、あれ、どうなってんのか、俺のミスなのかな。でも森広がってたよね、今ね。まあ、気になる方はちょっと後ろ、また、動画再生し直してくれたらいいんだけど。オッケーオッケー。よし。ねえ、本当。20歳でその風貌でさ、その髪型ダサいからやめときな。なんで海賊ハットみたいな格好してんのっていうね。スペインの貴族だからね、なんかずれてんだろうな、きっとな。うん。なんか貴族って言い方ってフランスとかイタリアとかイギリスのイメージがあるよね。あんまりスペインにそういうのいなさそうな感じするけどね。こいつにめとられるような女子はさすがにいないのかもしれないけどね。うん。よし。OK。じゃあ、このままタワーを登っていきましょうか。うん。OK。ここもね、結構めんどくさいんだよね。リフトに乗るまではいいんだけど、あ、なんだ、なんかクリックできるわけじゃないのか。そう、リフトに乗ってからがね、邪教徒たちがいっぱい出てくるんだよね。でしかも周りでこう自分は直接手を下さないでボウガンを飛ばしてくるやつが大量発生してるしね。ちゃんちゃん、今鎌持ってたやつの手が本当に白かったね。美白ではないのか、単にあれか、なんか正気がないと言ったらいいのか。うん、よし、 OK で、やつもうい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 、あいつさえしばけばあれかな。あれでもレバーなんかずっと降りてる状態？あ、弾。よいしょ。ほい。
あー、どこか引っ込んじゃった。あ、ちょっと待って、右の方でしれっ敵が歩いてる。しれっと歩いてるぞ。オッケー。あ、ちょっと待って、めっちゃ走ってきてるわ。めっちゃ降りてるわ。やめてやめてやめて。あー。ほい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 。どこまで来る？いや、そんな柱に隠れて、あ、くそ。柱に隠れてルンルルンや。カビルンルン。よし。じゃあ行こう。ごちそうさまです。そうか、ここ3体いるんですね。なるほどね。よし。で、破壊して、これでもこれ、あ、ちょ、拾えてない。登った瞬間に敵出てくる可能性あるよね。登り切った時だったっけ？ですよね。もう登り切る前から敵降りてきてるよね。とりあえず、そうです。あは？これ一撃で倒せない？無理。あ、無理だね。ちょっと待って。下手くそすぎる。よいしょ。一旦落としといて、もうめんどくさいんで、一発で仕留めます。オッケー。で、来てる？来てないよね、まだ。もう一個落としとくか。ほい。で、下からは、あーはーん、下から来てたけど、タイミング悪かったね。よし。よし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 。で、これ、あれ？防眼野郎はまだいないのか。じゃ、とりあえずもう一個落としといて、これ、多分バイオ4やったことある人あるあるだと思うんですけど、あれ落とす瞬間に、その、樽が落ちてくる、穴の下にいてて、自分がダメージ食らうっていうやつね。うん、経験あるわー。あ、こっちから登れないのね。で、おい。あー、しょいだーん。しょいだだんだん。ゴーゴー。よし、押して、もう一回、あ、ちょっと、早く早く、早く、引っかかってる、引っかかってる。早く押して、奴が来る前に、登り別、残念だったら、また会おうぜ、いって。なんだよ、お前、置き土産にそんなスケスケの武器使ってくんじゃねえよ。マジか。行って、何？どこ？今一体見えてたけど、そっちだ、おめえか。落ちろ。んで、おめえもだよ。もう乗ってきたよ。また無賃乗車野郎が前回パートに引き継いでたよ、ほんとに。こいつらほんと、無遠慮なんだよな。お金持ってこいよ。せめて玉。やられた時にさ、何も出さないなんていう不届きなことしないよね、まさか。オラ焦がしてやっから。ありがたく燃えな。オラオラオラ。ああ、もうまた無賃乗車野郎がいっぱいいるわ。とか、なんで君ら燃えてないのよ。ほれ、ほれ。あっか、あー、でっか面かぶってやがる。ほれ、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 ほれ。キック。死んだ。一匹、二匹、三匹。オッケー。ああ、またムチン。ああ、チンチンがないことじゃないですよ。お金を持ってないこと言うんですよ。ムチンって。相手だけか。よいしょ。おら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 。もう、弾を使い切る覚悟で言いますから、今。おい。あ、ちょっと待って。ああ、バイオ5だったらそれ全部いけてたのに。ちょっと待って、やばい。危ない、危ない、危ない、危ない。ドゥーン。甘い。残像だ。よし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 。弾丸の嵐、雨あられ。キック。まだ生きてる。キック。落ちてた。落とす方がいいのか、それとやっぱりちょっとした弾補給もできるように。よ、お前そんな物騒なもん持ってちゃダメだっす。で、で。おい。あー、ちょっと待って。ちょっと、なんか生えたぞ。ニョキッと生えたぞ。やばい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 。ほい。くらえ。オッケー。でーん。でででででーん。よしよしよし。ちょっと待って、もうほんと。無賃野郎が多すぎる。オッケーオッケーオッケー。もう弾を使い切って、もう来ないか。一応ね、弾使い切って、また武器改造によって、こう、弾補充をしようと、貧乏症を発動させようと思ってたんだけど、もう来なさそうだね。来ないね。大丈夫だね。よっしゃ。じゃあ、このまま進んでいきましょう。なんとか、サラザールぶちのめすところまでできそうっすね。ぴょん。いやー、しかしまあ、まさかのね、ちょっと、なんか急に、コントローラーっていうか、まあ今パソコンでやってるんでマウスなんだけど、マウスが荒ぶる事故が出てくると思ってなかったけど、よいしょ。よいしょ。あれ？あ、しまった。今冷静に考えればさ、
弾使い切るんだから別にナイフじゃなくてもよかった。そういうところに気づくのが遅いんですよね。いるかな。いなさそう、 いなさそうというか見えないね、そもそもね。意外とこう見落としてるかもしれないスポット、うん、これ実は知らなかったっていう人多いんじゃないですか。僕も前回パートやってて気づいたってところだからね。意外と登ってきた距離は短いんだな。カーブ取った場所から近かったもんね、今チラッと見たね。OKOK、 よし、じゃあこのボスやっていきましょうか。ボス倒すの、まあ少々秋田が付き合うかって言われるようなボスだもんね、せいぜいね。よしよし、カチャコで、あー、ディープキス。で、弾の補充だけしといて、OK、2発発。250がマックスだったっけ？今装填しちゃったな。まあ、いいや、行こうか。でね、前回シリーズの時もね、一回こいつに食い殺されてっからね、ちょっと注意しなきゃいけないんだよな。ただまあ、弾はたくさんあるから、てか、これ何なんだっていうね。ここで行われた儀式って一体何だったんだろうな。ね、洗礼は終わりだ。洗礼か。だからなんかこう、でも、すでに、寄生虫は植え付けられてたから、ここで受けた洗礼っていうのは何だろう。サラザールによる自己満の洗礼とか、そんな感じになるのかな。うん。経費ぜひ払ってください。払ってもらったところで、君から、左遷、5万パーツ程度のね、うん、あれしかないんで。よし、じゃあ行きましょうか。よしよしよし、 OKOK、 じゃあこいつをまあマグナム尽きるまでぶちのめすってところからやっていこうかな。あー、威力上げてくればよかったかな。マックスまで開けてみよう。うん、ゆい。これあれだよね。3本のさ、線だからよかったけどさ、真ん中だけがさ、あの生き物さ、両サイドが玉だったら終わりだったよね、本当に。で、こう、変身した姿の方がダサいっていうね、なんか目の赤色とかがさ、カラー版の、あ、ちょっとそっち向いてたらまずい気がするんだよな、大丈夫か。カラー版のね、職域の層まで出てくる、ナキリアリスっていうね。見た目だけだったら、そのカラーじゃなかったとしたら、ナキリアリスのフォルムが一番好きなんだけど、皆さんどうす？食液の相馬。あの、なぜか美味しいものを食べると服がひんむけて、こう、おっぱいやら、こう、お尻やらさらけ出すっていう、こう、漫画なんですけど。これ良くないぞ、これ良くないぞ、これ良くないぞ、ありがとう。ダメージを食らわしてくれたおかげで、よしよしよし、逃げろ逃げろ逃げろ。ダメージを食らわしてくれたおかげで一撃必殺を回避することができたと信じて逃げる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 。あー、ちょっとそれ XC は無理無理なんですよ。あの WASD でこうコントロール操作してるときにこうそのコマンド出されたら、あのちょっととっさに XC を押すことができない。僕そこまで今器用じゃないんで、残念ながらね、すいません。おら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 。まあでも、基本的にその、髪の毛が長い女性の方が好きな男性が多いなっていう、まあ個人の、僕個人の周りだけの話かもしれないけどねっていうのはあるから、まあ、それを考えると、ナキリエリナの方が好きな人はいるかもしれないけど、でも現実世界で、なんとかですわっていう喋り方してくるやつがいたとしたら、相当イライラすると思うけどね。うん、何高飛車ぶってんのっつってね。まあ、あのフォルムとね、まあ、美貌とおっぱいがあれば、まあ、誰でも好きっていうのかもしれないけどね。意外と硬えな、こいつ。あんまり当たってねえのか。で、こういう時に限って、また生えてくるよね、痛いよね。くっそ、生えてきやがって。引っ込め。ほら。もう一発くらいあれかな。一
必要だったね、やっぱりね。よいしょ。まあ、一撃与えといて、こうなればもう、ああ、意外とあれだったな。じゃあ今のうち今のうち。じゃあ多分もう終わります。きっと、メイビー、おそらく。多分。おー、終わった。うん。こいつ動けなくなった時点で終わりだよね。よっしゃ。よし、よかった。前回はね、ちょっと無事殺されちゃったんでね。うん、なんとか、殺されずに済みました。はい、よかったです。さてさて。うん。さてさて、じゃあアイテムを拾って、中国人美女と出会って、で、キャッキャウフフの船旅に出かけて、そのまま終わりにしようかなと思いますね。うん。いや、結構楽しめた。オッケーオッケー。意外とあれだな、アイテムがきついね。使ったつもりだったけど、そんなに使えてなかったな。残念、無念。また来週。どうしよっかな。もうでもいらないかな。回復すっか。もったいないけど。もったいないっていうか、まあでも、使わないと意味ないもんね。ちょっと回復アイテムきついかなと思ってたけど、意外と回復アイテムは集まったから、なんとかなったね。うん。近いから、孤島変化。孤島、何が起こるかな。何が起こるか。ドッキドッキ、ワックワックだよね。ちょっと待ってね。装填しちゃうか。123発を装填するして100発を拾った。実質プラマイマイナス23発。弾を使い切ることがないと思うからな。孤島編とかに入ってたらジャブジャブやっていこうか。あれ、ちょっと待って、今使うって出てきたけど、ま、体力満タンになってなかったっけ。そうだよね、満タンだよね。そっか、この後ヘビ出てくるけど、卵とかも手に入らないもんな。もったいないね、いろいろとね。もっと弾とかジャブジャブ使ってたら楽にできたのかもしれないけどね。あの、なんかわざわざナイフでチェーンソーにトロッコ状で挑んで虐殺されるっていうこともなかったのかもしれないけど、そこら辺は私のミスでございます。まあそんなこと、そんなご愛嬌もありつつ、じゃあとりあえずアイテムス、あははもったいない、あはは、どうしよっかな。売っても良さげなアイテムとかあったっけか。まあいっか。あれ、拾ったぞ。あ、ちょっと待って、拾いちゃったぞ。いやまあこんなに先行なってもな、あんまり意外と寄生虫たち出てこなかったりするからな。まあいいや。で、彼なんか新しいの売ってる。リスト更新。ああ、へえ。まあ次に向かうための花向けとして頑張れよって言われなのかな。まあそれだとしたらすごいありがたいけど。よし。25にする必要もないしね。まあちょっとずつ威力上げとこう。OK。意外と金かかるかな。よし、OK、OK。で、マシピスは、今、装填しちゃったから、今、いらないと。大丈夫だね。よし。じゃあ、まあ、マックスな状態で、島に挑んでいきたいと思います。無事ね、サラザールをぶちのめすことができてよかったな、という方は、チャンネル登録ボタンとね、グッドボタンを押してもらえたら嬉しいです。次回から、まあ、アシュリを助けるために、一人、島流しにね、まあ、美女の船に乗りながら行くというパートになっていきますが、ぜひ動画をご覧いただけたら嬉しいです。Do you need light handsome? ってね。あ、乗る乗るって。なんなら船のことでもっといいことしない？お姉ちゃん。あは、OK。お前が OK って言うんかい。はい。ということでね、動画ご視聴最後までいただきましてどうもありがとうございました。また次回パートでお会いできたら嬉しいです。では、お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。